皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野たかしです。今日も私の著書、週刊手帳術の中から本の解説をしていきたいと思います。で、今週のテーマは、ゼロベースと今ベースということで、目標を立てるときの考え方みたいなお話をしています。で、今日のテーマはですね、良い目標を継続しましょうと。いうそんなテーマでお話ししたいと思います。皆さんはですね、目標を設定するときに最初から去年の目標をチャラというか小技にして、新しい目標を立てるっていうタイプの方とかがいらっしゃるのは私も知っていますけども、私みたいなタイプの、要はこれがね、ちょっと去年の目標だったんですけども、去年の目標と対して変わらないような目標を、今年も設定してるんですけども、その、メリットみたいなものをお話ししたいと思います。で、この去年の目標を継続して、で、今年の目標にしちゃうっていうことのメリットっていうのは、私の中でもう一つしかなくて、いい習慣を、ずっと継続できる。要は、ゼロで考えて大きな目標みたいなものを達成しましたみたいなこともあってもいいというか、あった方が、人生はすごいなとは思うんですけども、そういうことばっかじゃない人もいるわけなんですけども、私はどっちかというとそっちの後者のタイプで、あんまり大きな目標をがっつり立てて、で、それができなかったことのショックの方がでかいタイプなんで、どっちかというと、分かっていることをコツコツ続けていく方が得意なんですね。なので、一ついい目標を見つけて、1年間で達成できたとしたら、それを何年も繰り返せるという、そっちの、継続性の方に、メリットというか、生きがいみたいなものを見出すタイプっていうのもいるんですね。なので、そういうタイプの人は、私みたいなやり方を、同じようにって言ったらちょっと上から目線ですけども、そういうやり方をする人、仲間もいるんですよというふうに思っていただければいいと思います。これって会社の目標みたいなものだと、結構毎年コロコロ目標が変わってって言って、それに追っつけないっていう人結構多い。私自身もそうなんですけども、多いと思います。なんですけども、そこで気づいたのは、いい目標だったらずっと続ければいいのになというふうに思ったんで、ちょっとこんなやり方をしてるんですけども、いい目標を、少しずつ、ちょっとずつ高めていったり、要は、ジョギングとか読書だったらいいんですけど、読書だったら100冊読みますと。で、来年だったら110冊読みますとかっていう、ちょっとずつ高めていく、良い習慣とか目標をちょっとずつ高めていくという方法だったりとか、それが10年ぐらいずっと続いてますみたいな、そういうことだって立派な結果だと思うんで、そういう方法で、目標というか、自分の心持ちを保てるという目標達成の仕方もあるんじゃないかなというふうに思います。なんで、これって年間の目標に限らないんですね。月間の目標であったりとか、週間の目標もそうなんですけども、ちょっとずつのことを長く続けていくということがほとんどの目標になると思うし、そんな簡単に達成できるようだったら、それ自身も目標としてどうなんだろうみたいな話になってくるんですけども、大きな目標であればあるほど、コツコツやんなきゃいけないっていうところを考えると、その長く続けられるような目標設定の方が私はいいんじゃないかなというふうに思っていますということで、こんなお話をしてみました。ということで、今日のお話のポイントは、良い目標を長く続けましょうという、そんなお話でした。ということで、今日の動画は以上となります。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。海野たかしがお送りしました。それでは。